レトロワチャンネルをご覧の皆様、こんにちは、柴崎幸です。今回は私の興味のあるトピックに精通している方に直接お話を伺いたいと思っています。そもそもこのレトロワチャンネルなんですけれども、美しく生きるということをテーマにしているチャンネルです。その中にアースコンシャス、ライフスタイル、エンターテインメントという3つの軸があるんですけれども、今回はアースコンシャスに焦点を置いていきたいと思います。このアースコンシャスなんですけれども、私自身が興味のある環境にまつわること、環境意識を高めるようなことを、私自身もしくは環境に興味のあるレトロワミューズが独自に取材して発信していこうという企画になっています。実はすでにもう配信されているんですけれども、日本の国立公園を情緒的にご紹介していくという企画、シェアリングトリップ。日本には本当に素敵な環境というか自然があるんですね。そういったものを見ていただきたいなと思ったんですけれども、特に最近新型コロナの影響で外出を控えざるを得ないという方がたくさんいらっしゃったので、その旅の気分をお裾分けするという形で配信しております。それと同様に、たくさん農作物が余ってしまってらっしゃるという農家さんの声を聞くことがあるんですね。で、その農家さんを支援してらっしゃる、ビジネスを立ち上げている方に今回はお話を伺おうと思いました。食べ食というサイト、皆さんご存知でしょうか？実は私自身も利用しているんですけれども、その農家さんと消費者を直接こう結んでくれるサイトになっています。今回はそのサイトを立ち上げて運営していらっしゃる秋元里奈さんにお話を伺いたいと思います。はじめまして、よろしくお願いします。ごめんなさい、どうぞどうぞ。はじめまして。はじめまして、秋元と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お会いしたかったです。あ、嬉しいです、ありがとうございます。ずっと個人的には食べチョコを応援していて、はい、嬉しいです。使わせていただいてます。本当ですか？はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、すごい嬉しい私自身は先ほどもちょっとお伝えしたように、食べチョコというサイトを利用させていただいているんですが、まだ利用したことがない人もいらっしゃるかと思うので、はい、今現在どのようなビジネスをされているかっていうのをちょっと説明していただいていいですか？はい、ありがとうございます。じゃあちょっと食べチョコについて説明します。はい、これ動かないけど、あれ動かなかった、来ました。はい、はい、食べチョコはこだわった生産者さん、野菜だったりとか果物、うん、あと、お魚とかお肉とかもですね、一流生産者さんが集まるオンライン上のマルシェです。うん、いろんな生産者さんが全国から登録してくださってまして、今1500件くらいですね。そんなに？はい、うん、全国から来てます。トウモロコシとか、うん、あとそれこそお肉ですね、これ馬刺し出てますけどとか、レモンとか柑橘とか、いろんな生産者さんがいらっしゃるんですけど、食べチョク独自の審査基準がありまして、はい、それをクリアした生産者さんが自分で価格をつけて直接消費者の方に売れるプラットフォームになってます。すごく生産者に寄り添う優しいシステムですよね。そうですね、これまで のメインの流通だとどうしても自分で価格を決められなくて、どんなにこう味にこだわったりとか、何ですかね、例えば農薬化学肥料を使わないでとか、うん、そういう人たちも形が一緒だったら同じ値段でしか買い取ってもらえなかったですね、今までだと。でそれを直接自分で消費者の人に、うちの野菜はこういうこだわりだからいくらですっていうので売ってもらう場所になっています。なので注文入ったらもう生産者さんがその場で農地で箱詰めして、直送で送ってくれるっていうので、すごく鮮度も高くて美味しい野菜手に入りますというサービスです。はい、通常の流通とさっきの話ですね、価格が固定ですし、かつ結構利益率が少なくって、うん、どうしてもなんで生産者の取り分が少なくなってしまっているというところだったんですが、で食べチョクは直接結ぶので、私たちは別にこう野菜を集めたりとかをしてないので、うん、その分多く生産者さんに還元させていただいているという仕組みですね。食べチョクさんがそのたくさんいろいろ全国にいる生産者さんをこう一律サイトで見ることができて、はい、消費者はそこから選んで買うことができる、そのシステムを作っていらっしゃると思います。そうですね、はい、まさにそうです。であとは音楽家
家とかアーティストの人とかあとは本を書いてる人もそうだと思うんですけど、うん、実際に作った人には実はそんなにたくさん還元されてなくて、うん、その間でたくさんこう流通があったりとか、まあ、販売とか広告とかの中でお金たくさん、取られてしまうっていうところがあると思うんですけど、多分その農家さんもやっぱりその流通の中でたくさんこうお金を取られてしまうって現実はあったってことですよね、うん、あるってことですよね。そうですね、はい、やっぱりあの既存のもいいところがあって、うん、例えばあの全量買い取ってくれるのでたくさん数が出たりとか、うん、あと一個一個箱詰めしなくていいのでドカッと出せるっていう楽ちんだったりとか、うん、そういうメリットはあるんですけど、で一方でその本当にこだわって作ってる人は、うん、あのドカッと出せなくてもいいから高く売りたいとか、うんうん、そういうニーズがあるんですけど、なかなかその場合はこう実現できてなかったっていう感じですね、うん、なんか多分買う側というか消費者もそあのコストというよりは本当に実直に作られているものをちょっと値が張っても、手に入れてそれをこう毎日の食事で使いたいっていう人もいますよね。そのマッチングが成立するってことですよね、うん、そうですね、はい、なんで作り手のこう思いとか、うん、そういうのを見て選んで買いたいっていう人がやっぱり多く買ってくださってますね、うん、はい、すごくいい仕組みだなと思いますし、ね、その愛のある実直な生産者さんがそれでこういうシステムで守られればいいなっていうふうに思って、うん、で私自身がこの食べ直さん知ったのは 2年前ぐらいですか、ね、2、3年前ぐらい、いつからこれは2年3ぐらい、でも3年前くらいなのでちょうど多分立ち上がった時期くらいに、そうですね、なんだろうって、まあ、あのちょっと知るきっかけがあって、はい、見させていただいて、ただやっぱり初めてのサイトってどういう風に使ったらいいのかっていうのもあって、うん、しばらくこう躊躇してたんですけど、はい、すごくあの生産者さんも増えていて、で実際に私自身があの使いたい食材とか、はい、無農薬だったりとか化学肥料をなるべく減らして使ってる作ってるとかっていうのもあって、あ素敵と思って、はい、利用させていただいてるんですけど、すごいありがたいですね、はい、そもそもでもこの農業とかこういう生産者さんと消費者をつなぐようなお仕事をしようと思ったきっかけとかあるんですか？うん、あそうですね、もうきっかけはあの私が実家が農家で、小さい頃もう何ですか、畑の中で育ったっていうのが一番大きいきっかけですね、うんうんうん、確か写真があるんですけど、はい、これあのまだ生まれたての時なんですけど、どっちですか、右多分左です、双子なんですけど、そうなんですか、そうなんです、あのちょっと弟なんですけど、うん、男女の双子で、ですね、であのおばあちゃんとかは農業をやってて、うん、はい、これ後ろにあるのが農地なんですけど、何個あるかな、多分あいけるかな、いや、かわいい、弟の歯があ、後ろに大根干してますね、へえ、なんかそうですね、なんで結構もうあの小さい時は弟と一緒に畑中を走り回って、素敵、もうそこら辺にあるトマト食べたりとか、なんで結構自分の中では昔はすごい色鮮やかな畑があって、うんうん、自慢の農地だったんですけど、うん、中学の時に実家の農業を廃業していて、それはなんで、それはあのやる人がいなくなったっていうところですね、で元々管理してくださってた方があのいなくなってしまって、まあ、でそのまま、まあ、私も弟も農業は継がなくていいっていうふうに言われてたので、そのまま廃業したっていう、そうなんですね、はい、一回もそこでストップはしちゃったけれども、はい、今回こういうビジネスを立ち上げて、あそうですね、なんかこうすごく綺麗な畑のイメージだったんですけど、うん、まあ、実際にあの社会人になって、まあ、全然違うことをしてたんですけど、たまたまふと実家に帰った時に農地を見たら、うん、昔あれだけ綺麗だった畑がもうすごく色あせていて、うん、なんかこうもう荒れちゃってたっていうのがあって、そうなんですね、そうですね、でまさにあのさっき柴崎さん言っていただいたような、なんでこうそのゼロから価値を生み出してる、うん、その一次生産者さんがこう評価されないんだろうとか、うん、はい、なんで自分が農業を継がなくていいって言われたんだろうなっていうのをその時に改めて考えて、いろんな農家さんを回り始めたのが一番最初のきっかけですね、うん、ね、やっぱり物を人々をこう
の生活というか、もう食って一番ね生きる上で欠かせないと思うんですけど、それを生み出している農家さんって本当に私心から尊敬していて、でもその人たちが食べられないようなことになってしまうという矛盾を抱えているんだな、はい、日本はっていうのをだいぶ前からちょっと耳にすることはあって、それでこの食べチョクさんがすごく本当に意義のあることをやってらっしゃるなと思って支援したいなというふうに思ったんですけど、はい、ありがとうございます。でもそうですね、そう価値を生み出してるはずの人がやっぱりいなくなっちゃったりとか、私もいろいろ農家さんもあると結構こうすごいこだわり聞いてると泣きそうになるぐらい、すごいこだわってるのに、あの後継ぎいるんですかっていう話をすると、あれ息子には絶対継がせたくないって言うんですよね。それはやっぱり食べていけないから。そうですね、だからやっぱり自分はこれが好きでこだわってやってるけど、結局それはお金にはならないから、あの共有はできないから、息子は安定した職についてほしいっていう話とかをされて、でその時にやっぱりなんか自分もきっとそうだったのかなっていうふうに、まあ、もうなんか今は昔には変えないんですけど、なんかこう自分と重なる部分もあって、なんかこれだけやっぱりいいものを生み出してる人がなんかすごく儲からなくてもいいんですけど、やっぱり持続可能な状態で、あのちゃんと生活ができたりとか、少なくてもこうそれを継いでほしいって思えるとか、そこのところまでは持っていきたいなって思います。日本ってすごく素晴らしいそういう土地を持っていたりとか、まあ、緑が豊かだったりとか、自然とかあのいいお水が湧き水があったりとかっていう、すごく豊かな国だなと思う反面、そういった一次産業というか農業に従事している人が年々厳しい立場になっていって、そういうふうに継続しづらい状況になっているのをすごく、まあ、なんていうのかな、心配してるんですね。一消費者としても、その農家さんを リスペクトしてる一人としても、何かこうあの一般の私たちにできることってあるんですかね。そうですね、でもやっぱりこう多くの人が、今回のコロナとかもそうですけど、あのそもそもやっぱり当たり前に食材が買えてたってところから、本当はその先には作ってる生身の人間がいてっていうところまで結構意識する人が少しずつ増えてきてる感じはあるなと思ってて、なので同じ野菜を買うにしても、あのそのいわゆる作り手に還元される方を選ぶとか、本当にその小さい一つの行動は小さいかもしれないんですけど、一人一人の意識が変わるだけで全然あの変わってくるかなっていうふうには思ってますね。それを持続していきたいなと思うんですが、すごい、まあでも今回やはりあの新型コロナの影響もすごく農家さんに嘆きがあったんじゃないかなと思うんですが、その食べチョクさんを見てもやっぱり あるところである農家さんで作物が余ってしまって買い取ってくださいみたいな、そういうプロジェクトもされてましたよね。参加させていただいたんですけども、どうですかその新型コロナの影響。そうですね、あのやっぱりかつてないくらい多くの農家さんに影響が出ちゃっていて、あのそうですね、食べチョクが、2月末くらいからいきなり数件の生産者さんから販路が急になくなっちゃったんですっていうご連絡が来て、今までもあの、まあ、年に何回かこう台風とか災害とかでなんか一地域が被災しちゃったりとか、結構こう局所的に影響が出ることはあったんですけど、本当に全国からあのそういう SOS の声が聞こえるようになってきて、これはやばいなというので、あの急いで、まあ、その支援のページ、コロナで困ってる方を特集するページを立ち上げて、送料の一部を食べチョクが負担してなるべく買いやすくするっていうのをスタートしたんですけど、でもやっぱりもうまだ未だに鳴りやまないというか SOS が。そうですか。はい、スタートして、でやっぱり成功したというか、こう例えば夏季がイベントが中止になっちゃって8000個余ってますとか、あの給食用に出してて葉物野菜とかを育ててたけど、給食が一気になくなっちゃったから、でも葉物ってもう生育止められないので、もうどこにも出せないとか、そういう声があって、まあ、結構初期の頃はそれで全部売れたりとか、8000個の牡蠣2週間とかで売れたんですけど、多分あの柴崎さんも貢献していただいたやつがどこか入ってると思うんですが、でもやっぱりもうそれに追いつかないぐらいにもどん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  SOS が、なるほど、
はい、来てますね。とはいえスーパーマーケットではその食材がちょっと欠品したりとか、はい、売り切れが続出したりとか、なんかやっぱりバランスがちょっと取れていないのかなと思って、一方ではそういう風に余っちゃったりしていて、なんかうまくバランスが取れればいいのになっていう風に思うんですけどね。そうですね、本当にあの今回特に困ってる方が、あの自分たちで販路を頑張って築いてきた人が意外と困ってて、へ、例えば飲食店とかに自分たちで売り込んで、なんであの独自の販路を築いてきてた、うん、でその人たちがその法人の取引が一気になくなって9割減とか、なるほど、でなんかやっぱり私たちもそれがすごい心苦しいというか、ね、うん、これだけやっぱりいいものなのに、そのなんで自分でその飲食店に売り込んでずっと採択され続けるくらいいいものなのに、うん、やっぱり余っちゃってるっていうのがあるので、やっぱりこの個人に向けて販路を増やすってところで協力できたらいいなって思ってるんですけ ど、うん、やはりでもこういった食べチョクだったりとか、そういうふうにまあ、ね、農家さん支援されているサイトで私たち消費者はまあ貢献していければいいかな、そうですね、はい、思いますね。なんかその、あの知ろうとしてくださってる方がすごく増えたっていうのは本当にありがたいなと思ってて、うん、はい、なんかやっぱりまあ今3年くらいサービスやってますけど、この3年だけでも全然変わってきてるなと思います。特にやっぱり今回のコロナで消費者さん側もその当たり前にスーパーで買えてたところから買えなくなって、でなんで買えないんだろうっていうところから、そこのこうあの構造だったりとかに目が向いたり、でコロナで生産者が困ってるっていうのがニュースになって、当たり前ですけどそっか作ってる人いるよねっていうところがあったりとか、なんかそこでこう意識がいくきっかけになったなとは思っているので、なんかこれがまたその1回芽生えた意識が変わらずに続いたらいいなっていうふうに思ってます。あとはあの一つ聞きたかったのが、まあ、あの先ほどおっしゃられてたけど、まあ、ゼロイチでね物を作って、うん、あのみんな の、 その食卓に、食材を届けてくれる農家さんもいる一方で、あとあの種を作ってくださる人もいるんですよね、うんうんうん、はい、私本当に有識者でもないですし、うん、農家でもないので、うんうん、まだわからないことがいっぱいあるんですけれども、うんうん、秋元さんの方が農家さんとはすごく近い存在だと思うので、はい、ちょっともう質問なんですけど、うんうんうん、そういった種を作る人を守る法律と、はいはい、そういった、農作物を育てる農家さんを守る法律といろいろあるかと思うんですけど、うん、はい、実際に今ある法律に関して何かこう感じるところとか改善すべき点とかありますか？はい、そうですね、まさにこう種苗法とかが、うん、今、ま、議論が起きてますが、なんかすごくこういい流れだなと思っていて、うんうん、やっぱりこう健全に、まあ、その農業の中の人もそうだし外の人も興味を持っていただいて、うん、こういろんな人の議論がでなんか意見が出てくるってすごい大事だなって思ってます、うん、でやっぱり私自身もいろんな農家さんに会うので、うん、本当にいろんな意見があるんですよね。やっぱりこう賛否両論になるってことはやっぱりそれだけこうまあやっぱりどっちがいい悪いってなくて、結局何かをこう選択しなきゃいけないっていう感じなんですけど、うんうんうん、例えば種苗法に関してだとやっぱりその日本、まあ、海外っていうところで輸出ですよね。そうですね、うんうん、やっぱりこう農業ってどうしても特に日本って小規模農家さんが多いので、うん、大規模で効率よく生産するってそもそも難しい中で、やっぱり優良品種を作って国際的な競争力を高めようっていうのは一つ大事なんですけど、まあ、それが今どんどん流出しちゃってるっていうのはすごく大きい課題だと思っていますし、実際私もこの前シンガポールに4月に行った時に日本産のものじゃなくて韓国産がバーッとたくさん並んでるっていうのにすごくびっくりして、本当は日本の種苗家さんというか育種家さんが育てたというか、はい、作った種なんですよね。そうですね、はい、なのでやっぱりまあなんですかね、味も美味しいですしかつ安いっていうのを見た時にやっぱりすごい危機感はあって、うん、でなのですごい種苗法自体はの改正とかは大事だと思います、うん、ただ一方でその守るべき品種を現在作ってる生産者さんっていうのもいて、うん、その人からすると、まあ、改正によってコストがかかっちゃうとか、うん、それはもう本当に意見を聞くといやそうだよなって思うんですけど、うん、
ただやっぱり長期的な目で見るとその、まあ、今回そのコストが上がらない、つまりまあ改正しないっていう方針を取ったとしても、結局その国際的競争力がなくなっちゃったら将来的価値は下がっていってしまうので、うん、また短期的にコストが上がってしまって、やっぱりこうちょっと影響が出てしまう農家さんやっぱりいるんですけど、うん、まあ、やっぱりこうどっちかをこう結局選択しなきゃいけないんだなっていう、うん、なんかその一緒にそれをどちらも解決は難しかったとしても A と B に分けて、例えばそういう流出を防ぐっていう法律法改正はやっていく、一方でその日本の農家さんを守るような仕組みも考えていくっていうのができたら一番いいんですけど、ね、そうですね、なんか多分いろんな議論が巻き起こる中でなんかこううまいこう折衷案じゃないですけど、はい、とかっていうのが出てくるとまあいいのかなっていうのもありますし、うん、でかつこう例えば野菜とかに関しては、まあ、今回の種苗法だとほとんどが対象が F1 種っていう種が取れない品種なので、はい、そうですね、家庭菜園とかではほとんど F1 種、ね、あ、そうですね、なので、まあ、私たちが、まあ、そもそも扱っている例えば伝統野菜とか、うん、固定種在来種とかはまあ対象じゃなかったりもするので、うん、でもなんかこういろんなこう議論が本当に難しいんですよ ね、 そうですね、私自身この業界にいてるのがやっぱ難しいと思うところだったりもするので、うん、なんかやっぱりこういろんな人が興味を持っていろんな意見もあるけれども、やっぱそれが正しく理解されて、うん、で議論された結果、まあ、どっちかになるのか、それか折衷案になるのか、うんうん、なんかそこがこう見えたらいいだろうなっていうのは、ね、そうですね、まあ、個人的には一市民としてはそういうふうに、まあ、やっぱり流出しちゃうとか盗まれてしまうっていうのは良くないと思うので、うん、そちらは早急に対応してほしいなと思うんですけれども、うん、やっぱりそういうふうに実直に農作物を育てている農家さんが傷つくようなことがないように、うん、そこは多分中長期的な目で見て判断していかないといけないところだと思うので、うん、でもそれをきっとやっぱり作っていくのって、うん、国民みんなの役割なのかなと思うので、うん、そういうふうに議論が活発に行われるのはいい傾向なのかなとね、うん、そうですね、本当に何かこう専門家じゃないと発言しちゃいけないとか絶対そういうことないなと思ってて、うんうん、本当にこういろんな意見が出るからこそ多くの人が知ってくれたりとか、うん、あと関心を持ってくれるなっていうのはすごく何か私自身今回の興味出て思ってて、やっぱり私自身は農業の業界にいると、うん、そういう話ってよく聞きますけど、普通 の、 その友達とかで話しても何それっていう、そうですよね、中からやっぱりこうニュースになったりとか一気にそういう周りの人が興味を持ってくれたりするきっかけだったりもするので、うんうん、だからまあそうですね、そこはすごいポジティブに捉えてはいますね、うん、あとはその消費者と作り手の接点がもうちょっと増えるといいなと思っていて、うん、どういう風に農作物育ててらっしゃるのか、どれだけの手間暇をかけて育てているのかってなかなか見えないんですよね。あ、でやっぱりそういう風にスーパーで綺麗に陳列したものを買ってすぐに食べられるって本当に便利なんだけど、うん、一方でそれを長く育ててらっしゃる方がいるんだよっていうのをこうなんていうのかな、目の当たりにできる経験がもうちょっとあるといいなという風に思います。確かにそうですよね、うん、でも農家で生まれながらやっぱり東京でずっと普通に別の仕事をしてた時は、うん、やっぱり全然食への関心って薄くなっちゃっていて、うん、そんな正直生産者さんスーパーで手に取ってその生産者さんのこと思ったりとか、うん、やっぱ全然なかったんですけど、うん、実家に帰ったのをきっかけに生産者さんを回ってみて、やっぱりなんかこの人たちすごいなっていうのと、なんかやっぱりすごい尊敬と、なんかこう、なんですかね、そこから一気に興味が湧いて、うん、で自分自身がこうスーパー行く時とかも、これどういうやつなんだろうっていうので気になったりもしたので、なんかきっかけが多分それぞれいろんなところに作れたらいいな。なんかきっかけはあったんですか、その最初。私は東京生まれ東京育ちで畑とかそういったものと縁もない中で大きくなったんですけど、ある種の思い出ポロポロって映画があるんですけど、憧れなんですよねきっと、うん、やっぱりでもすごく人間にとって本当に根源的に絶対的に必要なものが土だったり水だったりで、シンプルなものだけど欠かせないもので、そこから種を植えて農作物育てて自分のこう身になるものを作るっていうのは本当に尊いことだなっていうのが、まあ割と
小さい時からそういう憧れっていうのはあったかなと思って、でも興味がすごく強くて、なんていうのか、好奇心があるのでやってみたいになるんですよね。で実際今友達と共同でファームを持って、そこで農作物を育ててみようと今試みていて、やってみないとわからないことが本当にあるだろうなと思って、まあ、そういった時にでも絶対にそういう諸先輩方の知恵だったりとか意見っていうのが重要になってくるので、そういう接点を持てたらいいなと思っているので、なんかね、本当に周りも回るほど本当にすぐにこう習得できる技術じゃなかったりしたりするんで、本当に積み重ねで作ってるんだなっていうのを感じると、なんかやっぱり自分が今すぐにいいものをその生産者として作れるわけではないので、やっぱり頑張って売るところだったりとか価値を伝えるところとかで貢献したいなっていうのをすごい強く思いますね。いろいろご紹介したいです。お願いします。いろいろ手伝えることがあったら何なりとすごいですね。ああなので、場所は北海道です。あ、北海道、両親とも北海道出身なので、やっぱりそういう何かこう土地に対する愛みたいなのがあって、住んではいないんですけど、まあ、親戚がいたりもするので、ちょっといろいろそこで体験してみようと。ああ北海道は羨ましいですね。すごいね。でもやっぱりその本当日本って言っても狭いようで広いから、うん、その土地土地で取れるものとか合う品種とかもきっと違うんですよね。そうですね、うん、全然違うみたい でしかもこうやっぱ今って気候が変わってったりするので、昔その土地の名産だったものも温暖化でちょっと暖かくなってて、ちょっとずれたりしてるんですよ、その適する場所がとか。なんで結構その作物を変えたりしてる人とかもいたりとか、なんで本当にまあ環境と一緒になってるものなので、合わせていかないといけない、守るべき根幹はあるけれども、変わっていくべき部分とか変わらざるを得ないところもあるんですかね。まあ、そうですね、はい。あとやっぱりこうやっぱ広さとかの制限もあったりして、北海道はもうやっぱり日本の中だと、全然断トツで広いので結構いろいろやれること広がったりするんですけど、それこそこう中山間地域、山と山の間とかだと、もう農地がそもそもちっちゃいので機械が入らないとか。結構効率化しづらいんですよね。なんかこう農業も最近結構革新的で、そういった技術を使って農薬の量とかもこうピンポイントでここだけに巻くとか、はい、量もそうすると少なく済むとか、そういう風に革命的なことをやられてる農家さんもいる一方で、それもそういう手が届かない場所もあるんですよね。あ、そうなんですよね。なので結構そういうやりづらいところほど人がいなくなっちゃうので、よく最近やっぱり棚田とか、棚田ってあれもう機械入らないのでどんどんやめちゃってて、そうなんです、ね、綺麗じゃないですか、見に行くと綺麗なんですけど、やっぱりやる人がいないのでどんどん景観がなくなっちゃったりとか、取れていってしまうんですね。そうですね。でもまさにご紹介した人でいるのは、その棚田の景観を守るために、なんで、まあ、効率はすごい悪いんですけど、全部引き取って自分で授業を雇って、その何ですか、なんで辞めちゃっていくおじいちゃんたちから全部農地を受け継いで棚田を守っていってる人とかが、でもそれ結構な資金が必要ですよね。そうですね、すごくこうやっぱり、あと、ね、その経営していくためにもちろん売り先もそうですけど、効率化していかなきゃいけなかったりとか、すごいなんか工夫をされてて、でかつそれこそ農薬化学肥料を使わずにとか、その方はこう循環型農法で鳥とかも一緒にやってるんですけど、気がないでこうもう本当にこだわって全部やってて、かつ環境も保全するっていうのをすごく話聞いてて本当に泣きそうになったんですけど、ぜひ取材させてください。本当に素敵ですね。その女性の方で、女性なんですか。そうなんですよ。すごい、そうすごい素敵で、だからなんかやっぱりそういう日本だとやっぱ地理に地形でやっぱりある程度やれることが絞られてしまうので、それこそやっぱり北海道と本州だと全然違ってありますね、中でその中でやっぱ頑張ってる人が、まあ、何かしらこうやっぱり持続可能で報われるようにしたいなっていうのすごい思います。そうですね、アフターコロナというかウィズコロナになっていくのかわからないんですけど、でもまあね、解決方法があったら
苦労してないよっていうところだと思うんですけど、何があったら持続可能で、うん、その、ね、生産者も消費者もみんなハッピーっていうのができるんですかね、はい、なんか、そうですね、うん、なんかこう結構生産者さん側もやっぱり意識を変えていかなきゃいけないタイミングなのかなと思ってて、あのやっぱりこれまでみたいに作ってれば売れる時代ではなくなったので、やっぱりその中である程度こう一個に頼るんじゃなくて、複数のそのポートフォリオを組んで、まあ、こうリスクを減らしながら、その反動をこう複数持ってちゃんとリスクヘッジをして経営していくっていう、経営者になっていかなきゃいけないって最近よく言ってるんですけど、作り手が、そうですね、やっぱりあのでなんですかね、こう外に出せるところとそうじゃないところってあると思うんですけど、やっぱこう気持ちとしてあの届けるところまでは意識はしていかないとやっぱ難しいなっていうのはすごい思ってますね。結構職人さんみたいな方が多いですか？そうですね、やっぱりあの職人気質な方が多くて、でだけど何ですかね、その宣伝上手じゃなくてもう必ずしもなんですかね、いいかなと思ってて、その売りたいとか届けたいって思いがあれば、もう私たちは今対消費者に対して売るところをやってますけど、なんかいろんなこうことをやってるあの人たちが、私たちみたいなあの企業さんもいらっしゃるので、なんかこうそこにアクセスさえすれば届き方はいっぱいあるんだろうなっていうのは思いますね。なんかそれはエンターテインメントをやってる身としてもちょっと勇気づけられるというか、同じだなと思ったんですけど、今その人が密集するところは避けなさいっていう世の中がずっと続いていくとなると、たくさんの人を集客してイベントを行うとか、ライブを行うとか、何かショーを催すとかっていうのが難しくなると思うんですけど、でもそれは今までの方法が難しいだけで、表現することを規制されてるわけではきっとないと思うので、その形とか見る人をどうやったら増やせるかなっていうのとか、デジタルともうちょっとこうリンクさせて見る人、視聴者を増やすとか、新たな試みを取り入れながら、まあ、でもね、もうちょっとたくさんの人に見てもらう機会を増やそうっていう風に努力するタイミングなのかなと思いました。ちょうどそうですよね、そっか、転換期でもあるって感じですね。転換期は本当にやっぱりね、でも守りたいとか今までの暮らしができない、どうしようって不安になるとは思うんですけど、それをまあ新たなチャンスとして捉えてポジティブに変革する力も必要なのかなと思いますよね。それはきっと農業もそうなのかなと。そうですね、はい、まさにあのすごい近いと思いますね、はい、これまでは全部こうあのお任せでよかったとこから、やっぱりある程度考えていかなきゃいけなくて、だけどこう多分意欲さえあればいっぱいいろんな人が手を差し伸べてくれるなんていうのもあるので、私たちもその売りたい人で、やっぱりあの写真がうまく撮れない生産者さんとかいらっしゃるんですけど、例えば物を送ってもらったらうちで社内で撮ったりとか、あと私たちが抱えてるそういう、こう写真がまあ綺麗に撮れるインスタグラマーの方とかにお野菜を送って代わりに撮っていただくとか、なんかいろいろこうそのできあの自分でできなくても、それ外の力を使ってやれることっていっぱいあると思うので、今まではもうそのグループでこう垣根があったような感じが、ちょっとこうね、あのなんていうのかな、仲間が増えていくというか、全然違う職種だけど手をつないで協力し合っていくみたいなことが起きていくんですかね。はい、そうですね、はい、なんでこう生産者さんも今回意識が変わって、でさらにさっきの通りで消費者さん側も意識が変わっているので、なんかそこのこう接点の持ち方とかも、ここからまた新しいのがいろいろ出てきそうな気もしていますし、私たちもいろんな仕掛けを作っていきたいなと思うんですけど、ちょっとワクワクします。頑張ります。応援してます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。